1928年、八雲モ美子は、日本の元芸人、元女優、実業家である。大阪府大阪市北区愛宵町出身。本名は、玉野千代子。ご芸名は、八雲理リエコ。初期の小竹蒲田撮影所の人気スターである。1903年8月15日、大阪府大阪市北区愛宵町に生まれる。下流界にほど近い町で育ったこともあって、 幼い頃から遊芸に親しんでいた。4歳の時に、山村流日本舞踊の門に入る。愛い小学校卒業後、17歳で山村流の奥許しを得た。18歳の時、神戸高等工業学校出身の造船技師、春野影彦と恋に落ち、春野の,の上海転勤に従って、親の許しのないまま恋の逃避行を試みた。しかし失敗し、帰国後、 両親には美状を出したが父に許してもらえなかった。その後、習い覚えた芸事を活かして、文字で芸儀になり、神戸、大阪などを転々とした。その美貌からたちまち売れっ子芸儀となり、大阪でも名義と歌われるようになった。この頃関西歌舞伎の片岡画堂や、活動弁士だった若林桜店と同棲していた。1924年、小畜下,下下も撮影所に、 当時の急激のスターの市川新太郎、東愛子夫婦を訪ね、その紹介で大阪の松竹学劇部に入った。京都の弁天座で初舞台を踏んだ。1926年1月10日、松竹蒲田撮影所に入社。役も恵美子の芸名で、五所平之助監督の初恋に、押本英二と三田英二の相手役として、デビュー以来、 母恋氏などの御所監督作品に多く出演した。鈴木重吉監督の品劇、霧の中の明かりに、発酵の中国娘を演じ、津田美武雄監督の恋の侵入者では、秋田慎一と共に主演。デビューから半年も経た,たぬうちに、売れっ子となる。島津康次郎監督の虹バレで、岩田祐吉、花草ゆり子に次ぐ大役を演じ、時代劇。 黒髪屋社にも出演し、森の頃を川田義子と共演した。日本髪がよく似合う風貌と芸事でできた感の良さが評判となり、鎌田映画の中心となった。1927年には田中絹代、吉川美智子、岡村文子らと共に、準幹部に昇進した。島津監督の女で先輩の筑波幸子と共演した。この年に、島津、 五所の両監督から求愛されていたという。野村薫邸監督の父カエルでは脇役に回ったが、素直な演技が評価されて、五所監督のカラクリ娘で主演。女高館遊員など、旅の男たちを見投げのふりを指摘を引き、旅回りの写真誌を射止めたものの結婚の翌日。 卑怯な行動をして逃げられてしまうというヒロインを演じたが、御所の指導でこの難しい役柄を見事にこなし、同作は、キネマ巡行ベスト10の6位にランクインした。野村監督の、毒唇、愛の外科では、岩田祐吉と共演、重秀無監督の、恋模様二人娘では主演。その他4本の時代劇で脇を演じた。1928年に幹部に昇格。 重宗監督の射的屋の娘、斎藤寅次郎監督の家宝は寝て待てで主演。続いて、五書監督の村の花嫁でも主演。村の模範青年の婚約者だったが、周囲の偏見から妹に婚約者を譲るヒロインを講演した。野村監督の道六博士、富岡先生、島津監督の輝く昭和では、井上正夫と共演。 栗島澄子に次ぐホープとなった。また、鈴木伝明、牛原宇都彦監督のコンビによる話題作、彼と東京、陸の王者、彼と伝園に、鈴木の相手役として出演、評判を呼んだ。野村監督の、トゲの楽園では、岩田雄吉、栗島澄子川田よ子の大スターと共演、その他、岩田と共演した、夏の日の恋、恋のキャンプ。 1929年も、多情物心、今年竹などに出演。川田し子の代表作、母にも、順主演している。1930年には、女性天国や初の小津康二郎監督作となる、その夜の妻で、岡田時彦と共演。岡田とは1931年の小津監督作、東京の合唱にも、夫婦役で共演している。父、銀河などでは、 高田実と共演。大幹部、岩田幸。1932年になると、鎌田のトップスターの座は、田中絹代に奪われた。野村監督の、金色夜叉では田中が、下鴨のトップスター、林長次郎と組んで主演、役もは、助演に回っていた。その後、新四ツ会談で、岡上司と、恋山下で4歳年下の帯刀伝いと共演。 1933年の天竜下ればでは、川崎博子の姉芸者役で助演。同年8月、生命判断で短命の恐れありと言われたため役も、ィエコに改名した。1934年、下鴨で取った、薩摩真中では、高田光吉と組息の合った共演ぶりで話題を呼んだ。林長次郎主演の月型半平太で芸儀を演じた他は、 活躍が見られなかったが、小津監督の浮草物語に、坂本武史の相手役として出演した。同年、掛け麻雀をしていたとして、飯田彫子や吉川道子らと共に役も無謙虚、されている。1935年は一番の低迷期を迎え、1936年に母親スターとして再生しようとしたが、以後は若手スターの引き立て役に回った。サブリシンと組んだ。 下田薬局が最後の主演作となり、筆頭幹部女優となるも、役に恵まれず、1938年に引退した。戦後は実業家に転身、化粧品会社を創立して社長となり、その後貿易会社の社長になった。1979年1月13日、心不全のため死去。去年75、ありがとうございます。